おはようございます。ティアと申します。録画ボタンをね、押そうとしてたけど、全然押せなくて、カチカチカチってやってたわ。おはようございます。ティアと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、眩しい。昼だ。今日は昼です。うん。西日がね、照ってます。私、眩しいです。すげえ眩しい。ねえ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 。これカーテンすると真っ暗やしな。ジレンマかかるわ。よし、今日はすでにね、チーム考えてあります。行ってみよう。まさかあれは。ぬれちょっと待って、それは結構じゃないか、君たち。君、今回使うチームはですね、デュラハン、ホイミサイム、ギガンテスでございます。はーい。コンセプトは、まあ、これを見た方はね、わかる人とわかんない人がね、多分一極端だと思うわ。おー、腕組んで、はい、というわけで、2Pチーム、ライアンの登場です。来ました、腕を組んでいます。強そうです、こいつ。そして、お供は、ホイミン、ジョニーです。はい、こちらですね、何を言うかもしれないですか、ドラゴンクエスト8、ね。ライアンが登場するんです、ドラゴンクエスト8に。そして、1P チームのデュラハン、ホイミサイム、ギガンテスというのは、この DQ8 で使う、ライアンが使うモンスターチームでございます。ホイミングレイズ。はい、というわけで今回ね、このホイミングレイズです、1P チーム。この1P チームはね、ホイミングレイズとそしてヤイアンチーム、DQ8 でね、共に戦った仲間たちと言うべきでしょうか。はい、相手がプラチナキングというのはもう完全事故です、これは。どうすんだ、これ下手するとね、一戦目負けありえるぞ、おい。大丈夫か、あれ、ちょっと待って、あれどれだったっけ、金槌どこ、あ、ストレコでいいや、もう。危ねえ。やべ、普段使わねえから、金槌。とりあえず、ステレコで開始になるしかねえよ、お前ら。とりあえず、これで一体攻撃が来れば開始になる。で、開始に突破しよう。さすがにいけるべ。うん。バケツけね。オッケーオッケー、そう。んで、当たればもう会心みたいなもんよ。はね、でも。お、いいね。会心判定なんか言うない。もう当たったらもう会心みたいなもんですよ。いきます。ライアン。75% の回避率。で、こっちは 70% ぐらいの会心率があるんですよ。当たれば会心みたいなもんですよ。2回 70% やって、まだ当たってない。まあね、ポケモンで言うね。あ、キラ、血力なりやがってよ。次の前ね。爆裂剣ね。ぶん殴るね。そう、当たればいいんだよ。はい、会心出そうぜ。はい、よいしょ。はい、やった。いや、これもうでももう一回やるしかないな。ギガデイン圏内に入ってないで、本当はギガデインでやってもいいんですけど、ギガデインとかだと残り90を削るの結構大変なんですよ、結局のところね。なんでやっぱりこれ狙うしかないです。プラチナキング突破しないといけないのがドラマ化しね。オッケー、そう。行くぜ、デューラン。あ、ちょ、どの確率引いてんの、君は。避けられるわけでもなく、会心になるわけでもなく、避けられるって。外れ、ライアン来た、ライアン。来ました、ライアンです。来た、行くぞ、ジョニー、はい、爆裂剣で勝ちよ。ここで爆裂剣、ここでね。ここで爆裂剣。会心当たって終わりです。よし。よかった、そういうこと。よかった、俺の中一致したわ。おい、ブラチナキングてめえ。敵の時だけ強くなりやがってよ。勝負あり。あれ、なんか目薬さしてきてんな、こいつ。あ、なんか目薬さしてきたん。なんか、お前平和やな、随分今日は。比較的こいつって、さほど強いタイプじゃないんですよ。大丈夫かっすかね。今さ、僕さ、さほど強いタイプじゃないんですよって言ってさ、これ負けたらさ、僕、これリピートしなあかんねんで、ね。編集でリピートするんで。さほど強いタイプじゃないんですよ。タイプじゃないんですよ。まあ、ただ、こっちの SP が4800しかないっていうのは怖いよね。行ってみよう。ホイミンが、まず 1P ホイミン、いざ浮かん。爆裂剣251。モンスターマスターの称号でだいぶ会心出すくなってるからね、こっちも。ホイミンさんも2体でね、行きます。なんかこれ、この前見ました。この光景。まあでも今回はね、何が違うかっていうと、このデュラハンとギガンテス。やっぱ。まあどちらも結構ね、みんな使ってたんじゃない？正直みんな使ってたと思うんだよな。ああ。混乱すんだろうな。うわ、ちょっとだいぶ混乱したな。いや、でも、
ギガンテスもディラハンもかなり使ってたんじゃないみんな。俺ディラハンは使ってたわ、ギガンテスともかく。いや、ホイミングレイスでさ、ライアンがさ、ギガンテス言って、そんな強くないって言ってたじゃん、さっき。ねえ。まあ大丈夫。突進していきます？はい！いいね。さすがに力の高さを裏切らねえからな。熟練の技、ここでね。まずは、こうして。はい、よいしょ、OK！ それはいいね。ここはつばぜします。で、ライアンの強さね、見せたいと思います。行くぞ、ライアン。緑で十分だ、お前なんて。緑で勝てるんだから。緑で勝てるんだから、緑で十分です。行きますよ。行くぞ、ライアン！ライブで呼ばれる男！腕組んでる、強そう！はい。まあ、ここまでは消化試合みたいな。ここまでは消化ですよ。おお、嘘！行くんかい！あ、頭突き！まさかの頭突きでございます。そしてこのね、そっちこのドラムクラッシュがやっぱ強いんだよな、デュラハンってな。嘆きの歌はね、時々止めるってだけだから。時々精神的行動不能なだけだからね。ひたすらもうボコスか殴っていきましょうよ。もうなんだったらホイミーはもうホイミーするだけでも勝ちですからね、こっちは。もうあとはゆっくり詰めるだけですよ。こっちが有利な詰め将棋ですよ、今。今こっちが有利な詰め将棋しますよ。こっちだけが有利な詰め将棋です、今。さあ、いけ。突進してきまーす。いや、強い。もう、で、3段目はね、もう風のマントルいいです。もう風のマントル大体大丈夫です。これはもう。そうするだけでね、もう、ほとんど防げるから、もうこっちのね、モンスターのね、底力ってもう見せてやりますよ。いいよいいよ。てか、今回ライアンがめちゃくちゃ調子いいんですよ。熟練の技をといいね。さあ、仲間モンスターも頑張っていこうぜ。いや、でも、さまよう鎧も安定してるな、こうしてみるとな。どっちでもいいや。まあ、なるほどね。遅延ね。遅延ですね。はい。わかりました。遅延ですね、それは。いいね。さあ。これ、熟練の技。歴戦の技の方がね、威力自体も高いんだよな。あれどうしたおじさん、疲れた何疲れたのわしはもう年かるのそういうこと王じゃない。何遅延これ、4ターン目まではもう連れ込むな。これじゃ。さあ。嘆きの歌、やたら歌いたがるな、君、デューラー。デューラー歌いたがんねえ。大丈夫です。風のマントしました。私は風のマントを選びましたもん。はい、余裕。大丈夫。何がいいってさ、これ、ホイミスライム強くない？やっぱりさ、2体使えんのはやべえよな。強烈だーなるほどね。倒しきれない、まだ。まあでも、ゲーム負けはほらね。余裕です。大丈夫です。で、4ターン目もね、これ、デスタムア自体が特技ばっかなんだよな、こいつ。通常形態のデスタムアって、そもそも特技ばっかりなんですよ。まあ、この辺、イテハはありますけど、イテハの可能性はあるけど、それでも勝ちよ。何をやろうが勝ちですよ。少なくとも、このターンですね、死ぬことはないです。めっちゃホイミ、ちょ、いいんだよ、そういうの。めちゃくちゃ余裕持ってんじゃん。めちゃくちゃ余裕あんじゃん。あー、なるほどね。賢いね。なるほど、賢い行動選んできたね。なるほどね。賢いね。これで、次のターンね、ヘルホーンかゲンマー剣が飛んでくることになります。まあ大丈夫でしょう。これだってさ、もうとどめ圏内まで削り切って終わりですよ。何どうしたどうしたどうしたおじさん、疲れたんのか年かね。ライアンも年かね。うん。いけ爆裂剣を打っていく。はい、もう一発当てたらもう勇気たまる。あ、大丈夫？あ、よし、大丈夫。じゃあ大丈夫。地獄の盾負けは大丈夫です。うん、大丈夫。ホイミで回復しまくってたからね、こっち。もう一発当てればいいだけだからね。はい、突進してきます。はい、当たると思っちゃうじゃん。ちょっと君、ドラムクラッシュを打つ気ゼロかい。おい、ドラムクラッシュなんで打たないんだ君は。ゼロか？あ、でももう勝ちだわ。君たち、詰めるところの詰めが全然足んなかったぞ。よくそんなボロボロで勝てたな。君たち、攻撃をちょっと外しすぎではないかい、少し。
ではバーバラで行かせていただきましょう。ここは原作再現、ライアン DQ6 には登場しないもんでね。行きますよ。これがね、銅のマダンテです。ジェシカがセータというならバーバラは銅でございます。この動くカメラアングル、行くぜスパッツ。結局ね、もうこのホイミングレーズも火力がすごい高いから、少なくとも前回のなんかよくわかんないチームよりは強いでしょうね。いや、なんかあの動画的になんか出したくなっちゃって。というわけでね、メタル3体合体プラチナキングでございます。一時紹介しましたよね、この自分で使うと雑魚モンスト化すプラチナキングの登場です。さあ自分で使ってみようか、こっち自分で使ってみようか、はい。というわけでですね、ライアン関連のモンスターを全員集めてみました。ライアン関連チーム全員集合しましたよ、ついに。いよいよ、いよいよだよ、いよいよ。プレイヤーさんにも応急戦士ライアンがございます。いるかこれ。死神のケシコとライアンです。死神のライアン、まさに。そして4体目、さっきのプラチナキングはね、なんか急遽出張してきました。あ、今日そういう筋書きですかみたいな感じで来てくれましたよ。どういう筋書きなんだよ。俺分かるよ、みんなの視点分かるよ。多分これライアンチームなんてどうでもいいんだろ、どっちのライアンチーム勝つのかなじゃなくて、プラチナキングどんだけ活躍するかをみんな気になるでしょ。俺も気になるわ、ちなみに。そこさあ、とりあえずね、このプレイヤー3チーム、プレイヤー3チーム、おっと、なんとここで回避。このプレイヤー3チームのね、あの死神の騎士ライアンチームはモンスターマスターなんで、そこそこ強いよ。さあ来ました、体を駒のように回転するプラチナカッターです。いや、ザコザコいって、どないなってんの君。さっき敵の時800出てましたやん。ねえ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 、さっき敵の時800出せたじゃん君。なにこれ、あ、え、すごいダメージだ。え、あれ、あれ、え、弱点ついてんのね。待て待て、今の弱点ついてんじゃん、すごいダメージだって。え、待って待って、今、え、トイミスライムって打撃弱点だったっけ。でもこの時はアナウンスないんだよね。え、どういうこと。今のどういうことですかね、私に分かりません。共食いです、これは共食いというやつですね。はい、よいしょ、いいね、いいよいいよいいよ。さあこちら、こっからね返すね、今度はね、こちらの本物のライアンチーム、お、プラチナキングいたよ。さあどうだ、敵の敵はどう、うわあ、プラチナキング、これでは意味がない。おおおおおせーの、はい、あれ100か、敵の時は全然効かんし、75% で避けるのにな。さあ突進してきます、せーの、ドン。うわ、打撃耐性ってなんだっけ、打撃耐性ってなんだっけ。めちゃくちゃ効いてんじゃん。お、歴史のさん、いきます。さあライアンのね、この目が鋭いからね、バカタレコの。あ、結構効くじゃん、なんか結構効く印象ありますよね、こうしてみるとね。弱くても 9% 大体でもさ、残念なことやるよね、大体は基本的になんかね、4発ぐらいで死にます。これや、ちょっと待って、ホイミスライム3体とややこしくなってくるわ、これ。これね、俺思うんですけど、ホイミスライム3体とややこしいです。さあ、今度はプレイヤー2です。あお、ここで 25% の回避率。プラチナキング 25% だからね、回避率ね。自分で使うと。ただ、すべての世界で128だからな。さあ、もうさまよりもややこしいわ、お前。ややこしいね、お前ら。さあここでね、プラチナキングキングブラスターですよ。あ、満ちた勇気、力128から繰り出される爆発特技。おお、結構強いじゃん。まあ、敵の時もっと出たよな。言わないであげて。さあ、突進してきます、ドン。うわっ、うわー、ようやかじいち。さあここでね、歴戦の技いきます。さすがにプラチナキング、これプラチナキングのせいじゃないの、負けたら。これは負けたらプラチナキングのせいですよ。プラチナキングが全然デッコイしてないじゃん。いつぜの時みたいにさ、クソドラゴンと組んでた時はよかった。おっと、ここで 25% 生きていく、ここで 25% が生きていくね。さあニコラチームは爆裂剣を選んでいく。やたらプラチナキングを今回狙っております。99 おお、なるほど、頑張ったじゃん。でもさ、2桁ダメージになったら
もう俺さ、俺知ってるチームで出してんだよ。だからプラチナキングなんかそんな硬い印象ないのよ、これじゃ。もっとさ、ねえ、なんか一桁ダメージで抑えてくれたらいいのにね。ね、一桁ダメージで抑えるチーム俺知ってんだけど。それは 言わないであげてた話ですよね。さあ、なんか大差が結構ついてますけど。気づけばなんかそこそこチームの大差がついております。まあ、128のね、プラチナカッターは伊達じゃない。いきます、スピンアタック。せーの。なんでだ？なんで誰に当たって効果抜群になってんだ、これ。なんで効果抜群のアナウンスが出てるのか、ちょっと意味わかんないです。コインミスライムって、あ！ここで返す。ここで返そうとしてる。あ、もうこれ返せるわ。なんでだ？なんでプラチナカッターが弱点になってんだ？コインミンだよね。え、なんでだ？プラチナカッターに属性あったっけ？なんか。あ、でもここで返しましたよ。なんだかんだでここで返した。さあ、ここから返せるか。なんかいい勝負してますね。意外といい勝負してんな。さっきの効いたな。ここでさっきのが効いてきましたね。こうしてみると。おー、返した、完全に。ただ、こっからね、1P チームのライアン。本当のライアンを見せてあげます。デューラ、外れてんねん、それはもう。お前、今日だけで2回外してるってことやね。避けられたは仕方ないけどさ。外れた。てか、プラチナキングどんだけ狙うの、お前。プラチナキングめっちゃ狙うじゃないですか。めちゃくちゃプラチナキング狙ってるじゃないですか。おっと、ここでちゃんとそっち行ったね。さあ、次のターンで決まるんじゃないの、これ。もうこのターンで決められなかったのはちょっと痛いんじゃないの。ちょっと待って、プラチナキングどんだけ狙うの、君たちプラチナキングちょっと狙いすぎちゃう。ここでギアンズ会心出して終わるとか面白いよね。どうかな。あ、うわっ、なんかなるほどね、ギガンテスで211か。出た方なんだけどな。いや、でもこれ次のターンにかかった。え、これプラチナキング勝っちゃうんじゃないってことは。これプラチナキング勝っちゃうでしょ。このターンで決着つくってことはですよ。多分、この一ターン、プラチナキング早いから100、え、一緒じゃん、HP。あれ、いつの間に返した。あ、これは、決まるか、ワンチャン決まる。ああかわいい。その外し方はかわいい。あ、終わるか、必殺、体を、駒のように、回転させるスピンアタック、サクラ通信の、はいよーはいよーはいよー。これプラチナキング動画じゃん。はい、というわけで今回は、ライアンチームを紹介しました。はい、ライアンチームですよ。なんかデューラハンはバカスカ外してたりしましたけど、ライアンチームなんですよこの動画。どっちかといえばこれプラチナキングの動画だよ。これ多分サムネプラチナキングいったわ。プラチナキング頑張ったね。なんかよくわかんないけど頑張ったし、なんかホイミンが打撃に弱いのかな。なんかそんな感じが否めなかったですね。はい、新たな体制を発見できて何よりです。はい、というわけで今回これが終わりたいと思います。お疲れ様でした。